ちょっとペコリーヌ、朝ごはんまだなの？お腹すいたんだけど。もう少し待っててくださいね、キャルちゃん。今朝はいつもより手の込んだ朝ごはんを作ってみようと思ってるんです。なんでもいいけど早くしてよね。朝ごはん食べないと一日の始まりって気がしないのよ。ペコリーヌ様、私にお手伝いできることはございますか？ありがとうございます、コッコラちゃん。じゃあソース作りをお任せしてもいいですか？そこに材料は揃えてあるので全部混ぜちゃってください。わかりました、お任せくださいまし。あなたも手伝ってくれるんですか？ありがとうございます。でも他の準備は大体終わっちゃってるんですよね。では主様、私と一緒にソース作りをいたしましょう。器に入れた材料をかき混ぜていただけますか？朝から一緒にお料理なんて楽しい一日になりそうですね。はい、みんなで作った朝食はきっと格別の味に違いありません。何かおっしゃいましたか、キャル様？朝ごはんならもう少しだけお待ちくださいね。まもなく。私も手伝うって言ったの！これじゃあ私だけタダ飯ぐらいのごくつぶしじゃない！いいえ、キャルちゃんはタダ飯ぐらいのごくつぶしなんかじゃありません。作ったご飯を美味しく食べてくれるだけで私はとっても嬉しいです。その通りでございます。キャル様が私たちのご飯でお腹いっぱいになっていただけるだけで感無量でございます。やめなさいよ、私を甘やかすのをやめなさいよ。おはようございます、美食殿の皆さん。朝から賑やかですね。ぎあ、カリンさんもいかがですか？昨日討伐した魔物の姿焼きなんですけど。手の込んだ朝ごはんって魔物料理だったの？あんたは朝から魔物の姿焼きを食べろと言ってるの？ご一緒したいところではあるのですが、すみません、業務中なので遠慮させていただきますね。じゃっくり逃げたわね。っていうか仕事の依頼？また面倒事じゃないでしょうね。ご安心ください、未開地の調査とかではなく通常の魔物討伐ですから。普段めったに姿を現さない魔物がランドソルの近郊で目撃されたみたいで、もしよろしければ皆さんに討伐をお願いできたらと思いまして。近郊でとなりますと、ナイトメアの方々のお仕事ではないのですか？どうして私たちに？そうよそうよ、普通の魔物討伐なんてナイトメアの連中に任せておきなさいよ。あいつらそれが仕事でしょ。もちろんそれでもよかったのですが、美食殿の皆さんにお願いしに来たのはちゃんと理由があるんです。その出現した魔物なのですが。うーわ、嫌な予感。大変な珍味なんだとか。やります！だと思ったわ！ちょっと待ちなさいよペコリーヌ、勝手に決めるんじゃないわよ。キャルちゃん、私たち美食殿の目的を忘れちゃったんですか？大変な珍味と言われてしまっては断る理由なんてありませんよ。
私にはあるの。私は今日一日何もせずのんびり過ごそうと思ってたんだから。コロスケ、あんたもなんとか言いなさい。私たちの一日がこいつの食欲に潰されようとしてるわよ。コロスケ、どうしたのよ、うつむいて。コッコロちゃん、お腹空いちゃいました？おやめくださいませ、主様。私、止まらなくなってしまいます。なんだか楽しくて、温かい思いが胸にこみ上げてきて、こんなに幸せでいいのかと。ほらほら、ギャルちゃん、コッコロちゃんもこんなに乗り気ですよ。わかったわよ、行けばいいんでしょ、行けば。どうせいつものことよね。では報酬の方をご用意してお待ちしていますね。皆さんお気をつけて。任せてください。それじゃあ、ケルちゃん、コッコラちゃん、珍味を求めて出発ですよ。おおでございます。おー、珍味、珍味。こうして美食を目指して旅に出るのも何回目でしょうか。さあ、私は数えるのをやめたわ。数えきれないほど得体の知れないものを食べさせられてきたから。食べさせられてきたなんて言っちゃダメですよ、キャルちゃん。お食事はいつだって食材になってくれた生き物たちに感謝しながら自らの意思でお口に運ぶものなんです。私結構嫌がってなかったね。え、私あんたみたいにウキウキしながら魔物食べてた。もちろんです。いつだってキャルちゃんは100点スマイルで食べてましたよ。断言しやがったわね、このアホリーヌ。あの、お二人とも仲がよろしいのはいいことなのですが、魔物に気づかれてしまったようでございますよ。カリンさんの言っていた魔物とは違うみたいですね。町の近くにいるのは危ないですし、とりあえず追い払いましょう。はいはい、だったら手っ取り早くやるわよ。くらいなさい。まだ戦うつもりのようです。主様、ここは私が。私の出番がありませんでしたね。やるじゃないコロスケ。今の魔法いつもとは違う感じだったわね。はい、今日は少々調子が良いみたいで。気のせいでしょうか。攻撃しようとした時、私の力が勝手に膨れ上がったような。これならきっと依頼の魔物も楽勝ね。どこからでも来いってのよ。あ、ケルちゃん後ろ。ちょ、いきなり現れるんじゃないわよ。ぶっ殺すわよ。カリンさんに依頼され
た大変な珍味の魔物発見です。今度は私も役に立ちますよ。とりゃそっちに行きましたよ、ケルちゃん。分かってるっての。ほら、おとなしく丸焼きになっちゃいなさい。こら、逃げ回るんじゃないわよ。あ、しまった、あいつの方に。あ、ダメです、その魔物かなり力が強くて。マルジ様、お待ちください、今お助けします。主様から離れてください。精霊よ、魔を払う力を。いつもと違う精霊。でも今は主様をお守りしなくては。やあ、申し訳ありません。力加減を間違えてしまって。大丈夫ですよ、コッコラちゃん、全然問題ありません。魔物も無事討伐できましたし、また私あまり活躍できませんでしたけど。そうそう、私たちがこの程度でどうにかなるわけないでしょ。それにしても今日はコロスケ大活躍ね。ほとんど一人でやっちゃったじゃない。 いえ、そんなことはありません。ペコリーヌ様やキャル様、主様がいなければ私はきっと何もできませんでした。でも何だったのでしょう、あの黒い精霊は。今まで刺激してきた精霊とは気配の違う強力な力を感じました。あ、いえ、何でもございません。主様、心配してくださってありがとうございます。まあまあ、お話は後です。早速みんなでご飯の準備をしましょう。ちみちみ。ここで食べるわけ？帰ってからでいいんじゃないの？何を言ってるんですか、キャルちゃん。ちみが目の前にあるんですよ。あんたが我慢できるわけないわよね。はいはい、わかってるわよ。十分理解してるわよ。まったく。コッコラちゃんたちは座っててくださいね。私あまり戦いで役に立てなかったので、料理の方で挽回させてください。では主様、出来上がりを一緒に待つといたしましょう。よーし、できました。あとはお皿に盛ってっと。どうぞ、これはあなたの分です。お肉のとっても柔らかい部分ですよ。はい、ケルちゃん、何かよくわからないですけど、とにかく美味しそうな部位です。
なんでよくわからない部位を渡すのよ。そしてこれは私の分。それでは皆さん、美味しくいただきましょう。おや、待ちなさいコラペコリーヌ。コロスケの分の料理はどうしたのよ。あれ、ごめんなさいコッコロちゃん、私ってばうっかりしちゃってました。間が抜けてるわね。ま、どうせ珍味が早く食べたくてぼーっとしてたんでしょ。ほらコロスケ、私の分を先に食べなさい。頑張ったご褒美よ。ありがとうございますキャル様。ですがその部位はペコリーヌ様がキャル様のために選んだもの。キャル様がお召し上がりになってください。うん、本当にごめんなさいコッコロちゃん、私としたことがコッコロちゃんの分を忘れちゃうなんて。すみません、申し訳ありません。土下座しますので何とぞ。ペコリーヌ様、おやめください。私は平気ですので。いいえ、ダメです。忘れられるのはとっても悲しくて辛いことなんです。そんな気持ちを味わわせてしまうなんて。私ペコリーヌ。主様の言う通りでございます。ペコリーヌ様が私のことを忘れるわけがありません。だから私、何も悲しくも辛くもないのですよ。コッコロちゃん、ありがとうございます。はいはい、食事ができてるのにいつまでも話し込んでんじゃないわよ。珍味が待ってるわよ。冷めちゃう前にさっさと食べちゃいましょう。はい、待っててくださいねコッコロちゃん、今大盛りで持ってきますから。あのほどほどで大丈夫ですので。いいえ、いっぱい食べてくださいね。でないと私の気が済みませんから。主様、一緒に食べるのを手伝ってくださいましね。絆、つないで、心、結んで。少々寝過ごしてしまいましたか。昨日は魔物討伐で張り切りすぎて疲れが溜まってしまったのでしょうか。さて、主様を起こして差し上げないと。主様、おはようございます。私が起こす前に起きていらっしゃるなんて。申し訳ありません、主様を導く従者たる者が寝過ごしてしまうなんて。そういう時は眺めるのではなく起こしていただけると、そのありがたいです。コッコロちゃん、キャルちゃん、朝ごはんできましたよ。エコリーヌ様はいつも早起きですね。では主様、参りましょうか。あ、おはようございますコッコロちゃん。今日のご飯は昨日の珍味の残りを炒めてみました。それは楽しみでございますね。ペコリーヌ様、朝食の準備をすべてお任せしてしまい申し訳ありません。そんなこと気にしないでくださいコッコロちゃん。みんなでご飯を食べるのは私の生きがいみたいなものですから。あれ、
キャルちゃんはまだですか？もしかしてまだ寝てるんですかね。私起こしてきましょうか。起きてるわよ。キャルちゃん、おはようございます。うん、おはよう。キャル様、体調でも悪いのですか？その顔が変って何よ。顔色が悪いでしょ。なんで朝っぱらから軽めに悪口言われなきゃなんないのよ。ぶっくる。大声出させないでよね。本当に大丈夫ですか、キャルちゃん。朝ごはん食べられますか？ちょっとやめとくわ。用意してもらって悪いけど。大丈夫ですよ。後で食べやすいおかゆでも作って持っていきますね。ありがとう。ではキャル様、部屋の方でお休みいたしましょう。どうぞ私の手を。悪いわね、コロスケ。昨日食べた珍味が悪かったんですかね。毒抜けはしっかりしましたし、毒味もしたので大丈夫なはずなんですけど。いや、お腹が痛いとかそういうのじゃないのよね。今朝からなんか体の中の魔力がって言ってもわかんないわよね。っていうか、それより聞き捨てならないんだけど、あいつ毒あったの？何にも聞いてないわよ。ふざけんなこのアホリーヌ。キャル様、暴れないでくださいまし。無理をしてはいけません。すぐに眠ってしまわれましたが、苦しそうですね、キャル様。お医者様がいらっしゃる前に精霊の力を借りて治療魔法を試しておきましょう。少しでもキャル様のお体を楽にさせてあげられたら良いのですが。何でしょう、力がうまく、精霊が現れない。もっと集中を。あなたは昨日の、キャル様、さっきよりも苦しそうに。一体なぜ。大丈夫でございますか、キャル様。キャル様、何よ、うるさいわね。キャル様、お体の方は。誰？え、あれ、あんた、コロスケよね。ごめん、なんかぼーっとしてたわ。体調不良のせいかしら。あんたの顔がわからないなんて我ながらボケてるわ。いえ、それより急に苦しみ始めたので私心配で。まったく心配性ね。そんな心配しなくても平気よ、平気。寝てたら治るわよ、この程度。はい、少し寝るからあんたは朝ごはんを食べてきなさい。ペコリーヌのやつ絶対待ってるわよ。わかりました。ではまた後で様子を見に来ますので。キャル様、大丈夫でしょうか。それに何でしょう、何か胸騒ぎがいたします。私の周りで何かが起こっているような。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。これでお昼ご飯まで元気いっぱいです。ペコリーヌ様、主様、私これからキャル様に元気になっていただくため食材の買い出しに行こうと思うのですが。だったら私も一緒に。
って言いたいところですけど、キャルちゃんを一人で残していくわけにはいきませんね。じゃあコッコロちゃんとあなたにお任せしてもいいですか？料理の方は私が腕によりをかけて作りますので、キャルちゃんが飛び起きるくらい美味しいご飯を。はい、キャル様のことをお願いいたしますね。では主様、参りましょう。主様に重い荷物をすべて持っていただくわけには参りません。半分ずつ分け合って持ちましょう。まずはいつものお店でお野菜を揃えるといたしましょうか。いらっしゃい。どうも、こんにちは。ん？ああ、いつものお兄ちゃん。また見たことない可愛らしい子を連れてるね。うん、お嬢ちゃん、いくつ？お兄ちゃんと買い物なんて偉いね。あの、私に言っているのでしょうか？ああ、そうだよ。どうかしたのかい？は？いや、そんなはずは。あ、そうだ、確かにそうだったね。ごめんよ、お嬢ちゃん。お客さんの顔を忘れるわけないんだけどね。今日はサービスするからじっくり選んでておくれ。はい。お、兄ちゃんか。そっちにいるのは妹さんかい？いえ、私は。ああ、そうだそうだ、いつものお嬢ちゃんだよな。ボケちまってたか、申し訳ない。これは先ほどと同じ。そうでございますね。あの、主様、先ほど買ったこの材料を先にペコリーヌ様に届けていただけますか？私はそのもう少しだけ町を回ってみたいので。いえ、私一人で大丈夫です。目覚めたキャル様がお腹を空かせてはいけませんから、よろしくお願いしますね、主様。すぐに戻りますのでご安心ください。それでは。何なのでしょう、胸騒ぎがします。何かが起こりつつあるような。失礼なことを言って悪かったね、お嬢ちゃん。またごひいきにしてね。よく使わせていただいている御社様も私のことを忘れているようでした。一体これはどういうことなのでしょう。あれはカリン様。あのカリン様、少しお時間よろしいでしょうか？はい。あの、町の人たちの様子がおかしくて、どう説明したらいいのか難しいのですが。もしかしてカリン様も。私です、美食殿のコッコロです。美食殿の新しいギルドメンバーの方ですか？そのようなご冗談を。昨日も魔物討伐の依頼を達成してきたばかりで。確かに昨日は美食殿の方たちに依頼はしましたが、あなたは、そう、コッコロさん？あ、そう、コッコロさんですよね。はい、そうです。申し訳ありません。まさかあれだけお世話になっている方のお名前を忘れてしまうなんて。忘れて？今まで会ってきた人たちの反応も同じようなものでした。まさか私が忘れられて。すみません、カリン様、
それでは私、失礼いたします。あ、コッコロさん。理由はわかりませんが、町の人たちから私の記憶が消えかけている。だとしたら、ペコリーヌ様やキャル様、アラジ様も。そんなことは絶対に、それだけは嫌です。おかゆおかゆ、猫舌キャルちゃんにはフーフーして食べさせてあげないといけませんね。ペコリーヌ様、お料理中ですね。あのもしペコリーヌ様が私のことを忘れていたら、私はペコリーヌ様。はい。あ、おかえりなさい、コッコラちゃん。ちょっとおかゆの味見してみてもらえますか？これならキャルちゃんも元気が出ると思うんですけど。あ、どうしたんですか、コッコラちゃん。急に抱きついてきたりして。お料理中は危ないですよ。まあ、私も抱きついちゃいますけど。よかった。本当に私怖くて。何があったのかは分かりませんけど、大丈夫ですよ。私がついています。キャルちゃんも彼もコッコロちゃんには心強い仲間がたくさんいます。だからそんなに怖がらなくても大丈夫ですよ。はいはい。町の人たちに忘れられてる？はい。町を歩いて、私はそう感じました。会った連中がみんなど忘れしただけじゃないの？コロスケのことだけとはいえ、記憶喪失なんてそうポンポン起きるもんでもないでしょ。今まさに記憶喪失真っ最中のやつが言うと、ないわ。つい先日会ったばかりのカリン様まで私のことを忘れていらっしゃるようでした。あいつまで？それはちょっと普通じゃないわね。あのメガネ、ランドソルのギルドを全部暗記してそうだし。というかペコリーヌ、さっきから黙り込んでどうしたのよ。ちゃんと聞いてました。しっかりしなさいよね。こういう時、あんたの無駄に元気な相槌がないと話が進まないんだから。ちょっぴり思い出しちゃって。ペコリーヌ様、いろんな人に忘れられるって私の時と似てるなって。申し訳ありません、ペコリーヌ様。嫌なことを思い出させてしまって。いえ、全然平気です。それよりも今はコッコロちゃんのことです。何か忘れられるきっかけとか心当たりありませんか？身の回りに起きた変化とか、どんな小さなことでも構いません。絶対に原因を突き止めないといけません。忘れられるなんてあっちゃいけないことですから。そうですね。最近精霊魔法がうまく扱えないこととか関係あるでしょうか？うまく扱えない？そうなの？前の魔物討伐者ズバーンとやってたじゃない。思えばあの時から精霊が
私の言うことを聞いてくれない時があって、いつもと違う精霊が出てきたりも。いつもと違う？その精霊さん、今出せたりしますか？やってみます。やはりいつものように精霊の力を借りられません。このままもっと力を引き出そうとすると。これがなんだか黒い精霊さんですね。キャル様、キャルちゃん、どうしたんですか？ちょっとめまいがしただけよ。もしかしてまだ治っていませんでしたか？平気よ平気。ピンピンしてるっての、そんなに心配される方が迷惑だっての。もしや先日のキャル様の体調不良はこの黒い精霊の影響、私のせいで。ちょっとコロスケ、余計なことを考えてるんじゃないでしょうね。ですが私の。私は全然平気だって言ってるでしょ。私の言うことが信じられないわけ？人のこと心配してる暇があるなら自分のことを心配しなさい。今大変なのはコロスケの方なんだから。キャル様。優しいって何よ。私は別に何にもしてないわよ。キャルちゃんは優しいですね。じゃあペコリーヌまで何言い出すのよ。はい、キャル様はお優しいです。何なのよ、どういうつもりよ。私を褒めてどうしたいのよ。とにかく今はコロスケの問題を調べるのよね。その黒い精霊が出てから異変が起き始めたっていうなら、それについてまずは調べてみましょう。それでいいわね。はい、話し合いおしまい。さっさと出かける準備をするわよ。おお、あっという間に話をまとめちゃいました。さすがキャルちゃん。キャル様はお優しくて照れ屋さんでございます。ほらあんたたち、さっさと行くわよ。置いてかれたいの？はーい。それにしても精霊について調べるって言ってもどうしたらいいのかわかんないわね。そうですね、精霊魔法は一般的な魔法より使える人が少ないので、文献なども少ないですし。そうですよ、あなたの言う通り精霊魔法を使える人に聞いてみましょう。まあ当てもなく歩き回るよりはいいわね。そうでございますね。精霊魔法を使える方といえば、ちょっとゆいちゃんに聞きたいことがあるんですけど。日和、準備はもうできたのか？そろそろ出発するよ。と、お客さんか。突然の訪問申し訳ありません、レイ様。もしかしてお忙しいところでしたでしょうか？いや、気にする必要は。君は。コッコロよ、この子は私たち美食殿の仲間。まさかコロスケのこと忘れたなんて言わないでしょうね。ああそうだ、コッコロ、コッコロだよね。いやすまない、ちょっとぼーっとしていたみたいだ。珍しいね、
レイさんがぼーっとしちゃうなんて。まあ私もコッコロちゃんを見た時になんかうまく名前が出てこなかったりしたんだけど、なんでだろう。信憑性が高くなっちゃったわね。コロスケの記憶が薄れつつあるってことの。そうですね。ごめんね、ひよりちゃん、れいちゃん、準備に手間取っちゃって。あれ、キジ君、それに美食殿のみんなもどうしたの？みんな揃って。そうなんだ。でもどうしよう、私たちこれから急ぎの調査に行かなくちゃいけなくて。急ぎの調査って何かあったんですか？なんだか最近ランドソル付近の精霊たちが騒いでるの。精霊が？うん、その影響で周辺の魔物まで様子がおかしくなってるみたい。それを私たちが調べることになって。ねえ、それ私たちも手伝っていい？キャルちゃん？このタイミングで精霊絡みの異変とか怪しすぎるでしょ。コロスケのこと何かわかるかもしれないわ。今は少しでも手がかりが欲しいもの。手伝ってくれるならそれは助かる。私たち3人だけでは全て調査するのは時間がかかるからね。うん、じゃあお願いしてもいいかな。場所はこっちとここと。はい、バッチリ覚えました。任せてください。困った時はお互い様様ですからね。あー、ペコさん、それ私のだよ。じゃあ私もペコさんの取っちゃうから。やばいですね。お互い様様。やばいですね。何やってんのよあんたたち。ほらほら日和、このまま話し込んでいたら日が暮れてしまう。そろそろ行くよ。ではよろしく頼むよ、美食殿のみんな。はい、お任せくださいませ。じゃあ私たちも出発です。ケルちゃん、コッコルちゃん。ええ、さっさと行くわよ。キャル様。ゆいちゃんはこの辺りって言ってましたけど、どうですかコッコロちゃん、何か感じたりしますか？何かに怯えているような、そんな感じが。すみません、今の私でははっきりとは感じ取れないようです。気にすることないわよコロスケ、調査は始まったばかりなんだから。そういえば精霊が騒いでるせいで魔物たちの動きもおかしくなってるって言ってましたね。前に討伐した珍味さんもそれで姿を現したのかもしれませんね。冗談じゃないわよ。もしそうだったら普通じゃ姿を見せないような魔物がどんどん出てきて。この付近ではお見かけしない魔物でございますね。精霊の異変に影響されてしまったのでしょうか。あっ、なんだかとっても怒ってるみたいですね。はい、コロスケ、あんたは下がってなさい。精霊の力うまく使えないんでしょ。ですがキャル様、相手は見たことのない魔物なのですよ。問題ありません、コッコロちゃんは彼を守ってあげてください。わかりました。ペコリーヌ様、キャル様、お気をつけください。行きますよキャルちゃん。
今日のご飯はこれで決まりです。あー、こいつも食べる気？私嫌よ、嫌だからね。ちょっと聞いてんの、アホリーヌ。わあ、口から火を吹いてきましたよ。体の中に火を起こす器官があるんでしょうか。どんな味がするんですかね、とか考えてるでしょ。あんた戦闘中にふざけんじゃないわよ。よし、聞いてない。こいつ魔法の効きが悪いのかしら。していたのですね。ペコリーヌ様、マルジ様、私は何を。やはりこのままではいけません。私もお手伝いしなくては。お願いです、力をお貸しください。え、この力は。一撃で、なんて威力。でもこれ、私が担いで帰りましょう。お姫様抱っこが良かったりしますか。ふざけんなって怒鳴りたいけど、もうどうでもいいわ。何でもいいから運んでちょうだい。わかりました。じゃあこうして両肩に背負って。ねえ、これ人の運び方じゃなくない？荷物の運び方じゃない。あ、はい、主様。
つい一人で出てきてしまいました。力が制御できず皆様を傷つけてしまうなんて。もしまたあんなことが起きたらと思うと恐ろしくて、あれからキャル様は寝込んでしまわれました。体調が悪いのに無理をしていたからでしょう。その体調不良も私のせいかもしれません。見たことのない黒い精霊、あなたは一体何なのですか？気のせいでしょうか。前よりも大きくなっているような。私には制御できない強すぎる力。どうしてペコリーヌ様やキャル様まで。皆様は気にするなとおっしゃってくれますが、今の私はお役に立てないどころか傷つけてしまっている。私はどうしたら。いらっしゃいいらっしゃい、安いよ安いよ。そこのお嬢ちゃんどうだい。新しくこの町に来た子かい。だったらサービスしてあげるから今後ともひいきに。ってどうしたんだい、悲しそうな顔して。いえ何でもございません。あ、もしかして迷子だったのかい。待ってな、今誰か呼んで。あ、お嬢ちゃん。また私のことを忘れていたようですね。毎日お買い物をしてたくさんお話をしたはずなのに、これはまるでこの町から私だけが消えていくかのような。ペコリーヌ様やキャル様を傷つけ、町の人々には忘れられて、もしこのままペコリーヌ様やキャル様にまで忘れられてしまったら、もし主様を傷つけてしまったら、主様に忘れられてしまったら、私は悲しくて恐ろしくて胸が張り裂けてしまいそうです。誰か教えてください。何が起きているのですか。私はどうしたらいいのですか。これはアメス様。存在していたはずの人物が突然消失してしまう現象だったかと。消えた人物は記録にも残らず記憶にも。そう、コッコロタンの身に起きている現象はロストに限りなく近いわ。明確に同じ現象かはまだわからないけど、少なくともコッコロタンに予期せぬ異常が起きているのは事実。周りの人から忘れられてるのはその影響。近くにいればなんとか記憶をつなぎ止めておけるみたいだけど。主様やペコリーヌ様、キャル様はいつも一緒にいるから忘れないと。なぜこのようなことが起きているのですか。原因は薄々気づいてはいるでしょうけど、
コッコロタンが呼び出したあの精霊ね。やはりあの黒い精霊が、あれは何なのですか。私、あんな精霊とは契約した覚えがありません。ごめんね、わからないの。今起きている現象の原因があの精霊にあるってことくらいしか。アメス様でもお分かりにならないのですね。不甲斐なくて本当に申し訳ないと思ってる。私にはコッコロタンを助けてあげることができないの。ごめんなさい。そうですか。それに私はコッコロタンにもっと残酷な事実を伝えなきゃいけない。え？その黒い精霊、少しずつ力が増していってるみたいなの。このままいけばおそらくあなたの力では抑えきれなくなってしまう。まさかあの時のようにまた暴走してしまうのですか。そんな、私ペコリーヌ様やキャル様を傷つけてしまったのに、大切な人たちを自らの手で傷つける、またあんな思いを。落ち着いてコッコロタン。とにかくあの子たちと解決策を探すの。なんとかその精霊を御しきることができれば。それはできません。コッコロタン、だけどあの黒い精霊の力がいつ暴走するかわからないのですよね。いえ、こうしてアメス様が直々にお伝えしてくださっている以上、きっともう時間がないのでしょう。このまま主様たちの元に戻れば、私はきっと力を抑えきれずあの方たちを傷つけてしまう。それだけは、それだけは嫌です。アメス様、直接お伝えくださりありがとうございます。私決めました。この町を出ようと思います。その意味が分かってる。さっき言ったと思うけど、今コッコロタンの存在は消えかかってる。周りの人たちがコッコロタンのことを忘れていってるのはそのせい。でも近くにさえいれば、記憶を、思い出をなんとかつなぎ止めておくことはできる。今コッコロタンが町を出たら、仲間たちの元を離れてしまったら、ギリギリつなぎ止めていたあなたとの記憶や思い出は本当になくなってしまうかもしれない。何よりも大切な人たちに忘れられちゃうかもしれないのよ。良いのです、アメス様。この力が暴走してしまえば、今度こそペコリーヌ様やキャル様、主様に大怪我をさせてしまうかもしれません。何よりも大切な人たちだからこそ、私は傷つけたくありません。それに私は主様を導くのが使命。主様に幸せになっていただくことが私の幸せなのです。今の私では幸せにするどころか傷つけてしまいます。それでは従者として失格でございます。コッコロタン、たとえ主様が私を忘れたとしても、私は主様の幸せを願い続けます。願って
祈り続けることはできます。私にはそれで十分です。もう決めたのね。はい、わかった。ならもう私は何も言わないわ。いつも見守っていただいてありがとうございます、アメシ様。感謝なんてしないでちょうだい。私はきっとコッコロタンならこういう選択をするって分かっていたの。それなのに私は何もできずに、ごめんなさいコッコロタン。何度でも謝るわ。そしてどうかあなたが幸せになるように祈っているから。さて参りましょうか。きっとペコリーヌ様がご飯を作って待っています。しっかりと噛みしめて味わうといたしましょう。最後の楽しい食卓を。こちらに来た時には荷物も肩掛け程度だったのですが、いつの間にか随分と増えてしまいました。よいしょ。主様、主様、風邪をひいたりしないよう健康には十分お気をつけくださいませ。そして食事は好き嫌いのないように、そしてよく眠り、よく動き、いつも通り健やかに毎日をお過ごしください。歯磨きは毎日欠かさずなさってくださいね。それから、コッコロは、コッコロはずっと主様の幸せを願っておりますよ。たとえ私のことを忘れてしまうとしても、ずっとずっとです。主様、今までお世話になりました。ございました。つまみ食いはいけませんよ。ご飯はみんなが揃ってからです。もう病み上がりなんだから細かいこと言わないでくれる。
病み上がりは関係ないと思いますけど、体の調子はどうですか？あんなの一日ぐっすり寝れば問題ないわよ。むしろ今まで体調悪かったのが嘘みたいにピンピンしてるわ。それは良かったです。あ、おはようございます。自分で起きられたんですね。えらいえらい。自分で起きただけで褒められるなんて毎日おめでたいわね。あれ、何、どうしたのよ急に。こころちゃんはどうしたんですか？え、コロスケ、そう、そういえばそうね、あんたが一人で起きてくるなんておかしいわよね。珍しいですね。まだ寝てるんでしょうか。ちょっと見てきますね。コロスケ、いません。コッコロちゃんがいないんです。どこにも。私早起きして料理を作ってたんですけど、その間誰とも会っていません。その前からいなかったってこと？まさか昨日の夜から？そういえばコッコロちゃん、昨日はいつもよりご飯をたくさん食べていました。おかわりを2回もしてたわよね。こいつの世話もいつもより過剰だった気がするわ。やっぱりコロスケ、この間のこと気にしてたんじゃ。精霊さんを暴走させちゃったことですか？そんなの。気にするなって言って気にしないやつじゃないでしょ。とにかく探しに行くわよ。はい。コッコロちゃん出て行っちゃうなんてどうして。ねえちょっと、コロスケ、コッコロを見なかった？は？コッコロ？誰だい？誰って、よくここで買い物してるじゃない。銀髪で小さくて喋り方が無駄に丁寧で。いや、うちにそんな常連さんはいないけどね。あ、もう分かったわ、邪魔したわね。何だったの？コロスケの記憶がもう消えてるっての？ふざけんじゃないわよ。そんなのってないわよ。あの、コッコロちゃん見ませんでしたか？とっても可愛いエルフの女の子なんですけど。いや、知らないね。迷子かなんかだい？迷子ではないんですけど。他に何か特徴はあるかい？見かけたら教えてあげるよ。小さくて可愛いだけじゃちょっと、もっとこう細かい特徴とかさ。あ、はい。コッコロちゃんはエルフで、どうして頭の中がはっきりしないんですか？まさか私たちまでコッコロちゃんの記憶が消えて。結局調査で詳しいことは分からなかったか。珍しい魔物に襲われたりして大変だったね。でも精霊たちの動きがおかしいのは間違いないみたい。なんとか原因を突き止めなきゃ。あれ、ギチ君どうしたの？そんなに息を切らして。ちょっと聞いていいかな。コッコロって誰だい？キシ君、その人を探してるの？だったら私も一緒に探すよ。キシ君どうしたの？私何か変なこと言っちゃった？
ごめんなさい。私は多分会ったことないと思う。レイちゃんは？私の記憶にもないな。会ったことがあればそう簡単に忘れたりしないつもりだが。私も知らないよ。ねえ岸くん、そのこころちゃんってどんな子なの？あ、岸くん、どこに行くの？ケルちゃん、いましたか？ううん、全然よ。それどころか、みんな、あいつのこと。ああ、もう、なんで名前がすっと出てこないのよ！私のバカ！ダメですよ、ケルちゃん。コッコロちゃんのことを忘れるなんて、絶対にダメです！わかってる！そんなの、わかってるわよ！けど、コロスケが離れてから、なんか、頭の中からあいつのことが少しずつ消えていくような。なんなのよこれ。キャルちゃん、そうですか。トゥインクルウィッシュのみんなもココロちゃんのこと忘れちゃってたんですね。ココロちゃん、もしかしてランドセルの外に出ちゃったんでしょうか。コロスケのやつ、そこまで覚悟して探しましょう。探すってどこに行ったのか何の当てもないのよ。当てなんてなくても探すんです。今のコッコロちゃんを一人にするなんて絶対にダメです。このままコッコロちゃんのことを忘れるなんて絶対絶対にダメなんです。私たちは、私たちだけは美食殿で紡いできた記憶を、思い出をなくしちゃいけません。はい、連れ戻しましょう、コッコロちゃんを。そうね、わかったわ。見つけ出しましょう、コロスケを。コッコロちゃん、どこですか？戻ってきてください。みんなでご飯を食べましょう。私たちのギルドハウスで。私、絶対に忘れたりしませんから。諦めません。出てきてください。何ですか、ケルちゃん、見つけましたか？私たち何をしてるんだっけ。街を出てから何日も経ったわよね。もう食料もほとんど残ってないし、みんな疲労も溜まってる。ねえペコリーヌ、いくらあんたでももう限界でしょ。一度街に戻った方がいいんじゃ。ダメです、キャルちゃん。私たちは探してるんですよ。私たちの大切な仲間を。うん、そうよね。大丈夫、わかってる。わかってるけど、思い出せないの。私たち、誰を探してるの？キャルちゃん、思い出してください。忘れちゃダメです。記憶も思い出も。あなたは覚えてますよね。そんな、ダメですよそんなの。今まで知っていた人たちに忘れられるってとっても辛いことなんです。今まで笑顔で挨拶を交わしてた人が急に挨拶を返してくれなくなって、戸惑う目でこっちを見て、あなたは誰ですかって聞かれて、思い出が嘘だったみたいに、私の生きてきた全部が否定されちゃったみたいに感じるんです。あんな
思い、誰にもさせちゃいけないことです。お願いです、思い出してください。ペコリーヌ、私だってそうよ、思い出せなくなってるのに。なんなのよ、なんでこんなに悲しいの。もっと探しましょう。どこに行ったとしても見つけ出すんです。私たちの大切な仲間、大切な…あれ、おかしいです。名前が、顔が…ダメ、ダメです。私は忘れません。忘れちゃいけません。あんなに楽しく食卓を囲んだんです。美食殿の大切な仲間なんです。なのに、なんで。お願いです、私たちから絆を奪わないで。おはよう。おはようございます、ケルちゃん。朝ごはんの準備できてますよ。今日は朝から大盛りです。あんたはいつも大盛りでしょ。てかあんた、もうすっかり元気ね。疲労で倒れたってのに。何日前の話をしてるんですか。ご飯をしっかり食べて一晩寝ればどんな疲労も吹っ飛んじゃいますよ。単純な構造で羨ましい限りだわ。ねえペコリーヌ。はい、何ですか。あ、嫌いなものとか入ってましたか。好き嫌いはよくありませんけど、少なめくらいにはしますよ。私は子供か。じゃなくて、あの時私たち何をしてたんだっけ。私が倒れた時ですか。確か何かを探しに冒険に出て見つからなかったのよね。はい、きっとすごく美味しい魔物とかだったんですかね。食いしん坊な私が飲まず食わずで探すくらいですから。そう、そうだったわよね。はい、おはようございます。今日も一人で起きられて偉いですね。自分で起きただけで褒められるなんて、毎日おめでたいわね。って、あれ？どうしたんですか、キャルちゃん。何日か前にも同じようなこと言ったわよね。そもそもこいつ、いつも誰に起こしてもらってたんだっけ。私は毎日起こしたりはしてないし。はい、今日は大盛りデーなんですよ。それあんたの気分で発生するの。っていうか、朝っぱらからこんなに食べられるはずないじゃない。それに何よこれ、お皿が一人分多くない。4人分あるけど。あれ、何をやってるんでしょう。私寝ぼけてたんですかね。ちょっと勘弁してよ。もしかしてあんた、私をブクブク太らせて美味しくいただいちゃう気じゃないでしょうね。なんか言え。でもどうしてでしょう。当たり前のように4人分用意しちゃってました。ごちそうさまでした。食べ過ぎた。なんなのよこの量、今日はもう動けないわよ。そうだキャルちゃん、食材がいくつか切れちゃったのでお買い物をお願いしてもいいですか。なんで私が。すみません、私はこれからお洗濯しなきゃなので。私お腹がいっぱいすぎて動けないわ。大体買い物なんて私の役目じゃないでしょ。あいつに行かせなさいよ、あいつに。
いつ？彼ですか？そう、そうよ。どうせ暇なんでしょ。え、私が？あんたと一緒に買い物？別にいいけど。もう仕方ないわね。ペコリーヌ、何を買ってくればいいの？ありがとうございます、ケルちゃん。無駄遣いはしちゃダメですよ。お菓子は一人一個です。私は子供か！それではケルちゃんとあなたの買ってきてくれた食材で作ったご飯をいただきます。朝ごはんは多すぎたのでお昼は少なめです。でも栄養はたっぷりですよ。ありがとうございます。ちょっとあんた口元が汚れてるわよ。もっと綺麗に食べなさいよね、このあたしみたいに。キャルちゃん、何よその目は。何か言いたいことでもあるわけ？うわー、何言ってんの。それくらい自分でしなさいよ。っていうかどれだけ甘えてるのよ。どうかしたんですか？キョロキョロしたりして。もうしょうがないわね。ほらこっち向きなさい、拭いてあげるから。まったく、もうどんどん過保護になっちゃうじゃない。どうかしましたか？それ何ですか？ベッドの枕元に置いてあった、それ花の髪飾りよね。こんなの私は知らないわよ。ペコリーヌ、あんたの？ちょっとペコリーヌ、私知りません。え、な、あんた泣いてるの？わかりません。どうして、私胸が苦しくなって、なんだか涙が溢れて。ちょっと、もうほら拭きなさいよ。なんなのよ急に。もう、なぜでしょう。私おかしいですよね。悲しいことなんて何もないのに。今はみんなで楽しい食卓を囲んでるのに。主様、この辺りで小休止いたしましょう。ランドソルから随分離れてしまいましたね。一人でこんなに歩くのは久しぶりです。主様と出会ってからはほとんどつかず離れず一緒にいましたから、こんなに主様と離れたのはいつぶりでしょう。主様、私が起こさなくてもちゃんとお目覚めになられているでしょうか。寝顔がとても可愛らしくて、つい毎朝眺めてしまうんですよね。起きたらお召し替えをしてお顔を洗って差し上げて。それでも主様は寝ぼけ眼なんですよね。今日はいいお天気に恵まれました。お洗濯日和ですね。今頃皆様は朝食のお時間でしょうか。主様、ちゃんと食べられていますかね。お箸はちゃんと持てているでしょうか。口元は汚れていないでしょうか。好き嫌いはしていないでしょうか。
大丈夫ですよね。ぶっきらぼうに見えてお世話好きなキャル様がいらっしゃいますし、キャル様がきっと私の代わりにお世話をしてくださいます。それに好き嫌いだってペコリーヌ様がいてくだされば大丈夫。毎日私たちのために献立を工夫してくださっていましたから。ペコリーヌ様、これからも主様をお願いしますね。日が高くなってまいりましたか。昼食はしっかり食べて、しっかりと栄養をつけておきましょう。主様はそろそろアルバイトにお出かけになられる時間ですね。道には迷っていないでしょうか。普段であれば迷わぬよう私も付きそうのですが。いいえ、違いますね。最近の主様は道に迷うことも少なくなり、付き添いなどもう必要はなかったのです。ただ私が少しでも長く一緒にいたかっただけでしたね。そろそろ夕暮れ。夕食の前にもう少しだけ進むといたしましょう。あ、夕食といえばこの時間になると主様は率先してペコリーヌ様のお料理をお手伝いしに行くのです。ペコリーヌ様は味見ですなんて、主様に出来たてのお料理を手ずから差し上げたりして、主様その味見を楽しみにしているのをコッコロは知っておりましたよ。今頃はいけませんね。主様のことを考えていたら時を忘れてしまいました。私のかけがえのない時間、幸せに満ちていたささやかなひととき、はあ、踊りたい。今すぐにでもあの暖かな住処に、あの楽しい食卓の輪に、あの優しい笑顔の中に。だけどそれはもう叶いません。私はこの宝石のようにきらめく思い出を胸に祈り続けます。ペコリーヌ様の、キャル様の、主様の、美食殿の皆様の幸せを、本当に本当に素晴らしい。私にはもったいないほどの幸せな日々でした。